夏休みの過ごし方、その考察。つかさ、もうすぐコナタ来るからお茶の用意しておいてくれない？あ、うん。この漫画もうちょっとだから。だらけてるわね。ま、コナタ相手だからいいけど。それより、もうすぐ夏休みも終わりなんだからね。宿題は終わらせてあるの？まだだけど。でも、お姉ちゃんもまだそんなにやってないでしょ？何言ってるの？私はもう全部終わってるわよ。え？何？休み中ずっと一緒に遊んでたのに、なんで？なんでって、夜とかにやってたし。ずるいよ。ずるくない！当たり前のことでしょうが！あ。おいーす、来たよー。コナちゃん。何？どうしたの？この子、宿題終わらせてないのよ。だから遊んでる暇は。私も終わらせてないよ。はい？だから見せてもらいに来たんだってば。いつも通りよろしく。遊びじゃなくて宿題写しに来ただけかい！お姉ちゃん、私も。ちょっと待て、さすがに二人ともじゃバレるんじゃ。大丈夫、みゆきさんのも見せてもらうから。はぁ、みゆきがどこにいるっての？お邪魔させていただいています。いつの間にっていうかコナタ、お前めちゃくちゃ計画的だな。だってほら、時間は有効に使わないとね。ったく、どうしてその悪知恵を有効に使おうとしないんだ、お前は。少し休憩。うつすだけっていうのも結構疲れるね。そうだね。あんたたちね、できるところだけでいいから少しは自分でやりなさいよ。うん。あ、お茶入れてくるね。ち、逃げたか。鏡は生真面目だな。みゆきさんも連れてきて正解だったよ。何が正解か！まったくみゆきまで食い物にして。いえいえ、私も鏡さんとは答え合わせがてらのお勉強会はしようと思っていましたし、そしてそれに便乗させてもらおうと思った次第でして。何が次第か！大体その場しのぎで写すだけじゃ休み明けのテストで大変なことになるわよ。大丈夫、一夜漬けは得意だからさ。ああ言えばこういう。はい、みんな、お茶とクッキーだよ。やった、つかさのクッキー美味しいから好き。そうですね、お茶を入れるのもお上手ですし。勉強だけの鏡とは大違いだね。おほー、宿題全部自分でやるか。みゆきさん、助けてプリーズ。え？あ、はい、構いませんけど。だから食い物にされてるって気づきなさいってば。うん。ゆい姉さん、いらっしゃい。お、勉強中だった。珍しいな、お姉さんびっくりだ。勉強っていうか宿題の残りがね。そうだ、ちょうどいいからここ教えてほしいんだけど。うん、どれどれ。ここの公式がわからないんだよ。ぬ、こっちもわからないんだけどさ。むね、姉さん。うん、やっぱりコナタのためにならないから、ここは一つ生温かく見守ることにするよ。いや、私のためなんてどうでもいいから教えてほしいんだけど。ダメダメ、そうやって他人に頼ってばかりじゃ立派な大人になれないぞ。もう正論だ、仕方ないな。そうそう、若者は勉強したまへよ。私は仕事で疲れたから休憩させてもらうけども。うん、仕事警察屋さんだもんね。いつもお疲れ様です。それほどでもないであります。うん。それでね、
ここ教えてもらいたいんだけども。どの辺？うん、こことかここも、もうとにかくわからないところだらけでさ。わかんなくってもそれっぽい答えをパーッと書いちゃえばいいんだよ。宿題なんて出せばいいんだしさ。おー、なるほど、頭いい。いやー、それほどでもあるよ。さっきの言葉がものすごく薄っぺらくなっちゃったけどね。はわ。